埼玉スタジアム2002です。2019明治安田生命 J1 リーグ第32節、浦和レッズがアジアチャンピオンズリーグ決勝に勝ち上がったために前倒して行われます。火曜日ナイトゲーム、浦和レッズと川崎フロンターレの一戦もお送りします。レッズはキーパーが西川、最終ラインに森脇、マウリシオ、宇賀神が最終ラインのトレーニングを今週しました。岩竹、柴戸、青木、そして左山中、青木は怪我から戻ってきました。ゆるき、柏木、そして最前線にマルティノスです。鹿島戦一試合ベンチ入り停止処分を受けてしまいました大槻監督、今日はスタンド観戦です。上野優作ヘッドコーチが指揮を取ることになります。フロンターレのメンバーです。キーパー荒井、最終ラインにマギーノ、山村、谷口、車屋、中盤のセンター森田と田中碧、2列目斉藤学、脇坂、家永、最前線にレアンドロ・ダミアンです。それから試合前のウォーミングアップでずっとファンがコールを起こしてましたが、中村健吾は広島戦で膝の前十字靭帯損傷、長期離脱になりました。マルティノス、森田から立ち上がった家永、足元、脇坂、コントロールから左足、セカンドボールを拾います。折り返し、ファンサイドまでボールが来る。柔らかいボール、ヘッド、クロスバー、タイミングよく入ってきましたが、谷口、マルティノス、山中、速いボールでいく、こぼれてきた、マルティノス、あ、いや、左から山中どんどんクロス入れてるんですけども、やっぱ速い低いクロスなんで、まさかディフェンスも処理しづらいんですよね。斉藤、森田のボールを粘る脇坂、右足、先制フロンターレ。苦しい局面、ミドル一発、いや、素晴らしいターンからのシュートですね。ターンしてそのまま右足でシュート、迷いなく踏みました、はい、マウリシオ前にいたんですけれども、シュートブロックのところ間に合わなかったですね。このポイント後半はどこに、あっと、これは長いボールがつながって、レアンドロ・ダミアン、オフサイドなしでシュート、力が入りました。柏木は裏を狙ったパス、体を入れて追いつきました。マルティノス、打ちに行く、クロスバー、この力で行きました。いや、でもあのスペースで受ける形はやはりマルティノスいいですからね、スピードありますから。入れ替わります。柏木、ゆるき、ドリブルで仕掛けてマルティノス、ワンツー、ゆるき戻す、いや、いいプレーですね。ところでどんどん入っていきたいですね、はい、レアンドロ・ダミアンに代わって小林優が入りました。柏木のキック、新井が出る、セカンドボール、流れた、反応しましたが枠外でした。柴戸、インスイングのボールですね、森田です。斜めに脇坂、いいところで受けますね。中に入った森田、小林、お見事、いや、森田
からのボールも良かったですけれども、小林の入り方もタイミングぴったりだったですね。ディフェンダーの背後から前に入って、そして枠を外しませんでした小林。この小林の動きは素晴らしいですね。はい、追加タイムはすでに4分が経過しました。試合終了、0対2アウェイフロンターレの勝利です。静まり返ったレッツサポーター、フロンターレは確実に3ポイントを加えました。